こんにちは、安藤です。あんたたちー安藤ということでですね、今日はですね、私の高校時代のお話を聞いてください。まだ男の子だった時代の高校時代です。その時にね、すごくね、憧れた男性がいたんですよ。その人との突然のお別れの話をしたいと思います。安藤私ね、あの、高校1年生の時にね、あの、バイトを始めたんですよ。うちの家庭はそんなに裕福ではなかったので、お小遣いってほとんどもらえなかったんですね。高校生となるとね、やっぱり友達との付き合いとかも出てくるじゃないですか。男だったけど。<laughs> <laughs> その男友なとのお付き合いとか出てくるじゃないですか。どっかに遊びに行くとか。そして、ある程度自分で服とかも選びたかったし、そうなるとね、やっぱり軍資金が必要なんですよ。そして、あるスーパーでバイトを始めたんですね。スーパーでね、何をするかっていうとね、レジ打ちです。当時は男の子でレジ打ちって結構珍しかったんですけども、私はなんとなくレジ打ちって女の子っぽいじゃないですか。女の子っぽいでしょだから面接の時に、すいません レジが打ちたいんです。レジがやりたいんです。え、そうなのでも、男の子だったら品出しとかの方がいいんじゃないのレジが打ちたいんです。ほぼ無理やりな感じで、あの、レジにね、ねじ込んでもらったんですね。あのー、レジがそんな忙しくない時は、やっぱりその品出しとかも手伝ってたんですよ。その時にね、いろいろ教えてくれたね、のぞむさんっていう男性なんですけども、私よりね、4、4つか5つ、4つ上かな の、二十歳ぐらいだったんですよね。いろいろ教えてもらったんですよ。ここはこうやるんだ、みたいな。前出しだ、前出しだとかって言って、その、新しい品を後ろに入れて、古い品を前に持ってくるんだ、みたいなことを、 いろいろこう教わったんですね。のぞむさんはね、あの最初はすごい無口な人だったんですよ。何回か一緒に仕事していくうちに、安藤ちゃん、安藤ちゃんって言ってね、すごくね、可愛がってくれるようになったんですよ。休憩室でいろんな話をしたりしてたんですね。その時にはね、いつものぞむさんはね、タバコを吸うんですよ。丸ボロのね、タバコをね、吸うんですよね。それがめちゃくちゃ大人に見えて、 高校1年生だからね、初めてそういう二十歳ぐらいの年代の人とお話しするので、すごく大人に見えたんですよ、私からしたら。すっげえタバコ吸ってるみたいな。またね、そのね、吸い方もね、なんか大人の男って感じだったんですよね。今の私からしたらね、二十歳の子なんてね、もう可愛い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 二十歳食べちゃいたいって感じじゃないですか。でもね、当時の私からしたらすごく大人に見えたんですよ。あの、ぞむさんって何やってる人なんまあね、あの <laughs>、 15歳、15、6歳でしょ当時私。まだまだ子供なわけですよね。だからもうストレートにいろんなことを聞いていくわけですよ。今だったらね、人の身の上話なんてそんな聞けないじゃないですか。なんか聞きにくいというかね、いろんなことが邪魔しちゃってあんまり聞けないみたいな。そういう年代じゃないですか、もう。でも当時はね、もう小もの知らずですよ。野さんなんなで なんでここでバイトしてんの大学行ってんの何やってんのフリーターなんみたいな感じでね、ズバズバ聞いていってたんですね。はーってね、のぞむさん、にかーって笑うんですよ、いつも。にカかーって笑って、私がなんかそういうしょうもないこと聞くとにカかーって笑って、あー、安藤ちゃん、俺な、何々っていう資格を取るためにな、今な、フリーターで勉強してんね冬になったら試験やねいう風にね、なんか教えてくれたんですね。はー。 バイトしながら資格を、なんかすごいな。大人やな。もう何でもかんでもね、大人に直結するわけです。確かね、その田舎っていうのは、どこかの山奥でした <laughs>。どっかの県の山奥の方だって言ってました。そこからね、一人で出てきてなんか生活してたんですよね。なんかね、あの、そのスーパーだけじゃなくて、他のところでもバイトしてるって言ってましたね。あの高校生は確か夜10時までだったのかな働けるのは。だからね、夜10時ギリギリまで私は働いて、金曜日とか土曜日はね、 のささんんんががが終わるまでででで私は休憩室で待っっっっってててててバイイト上たたたらら車でねちょととドライブとかに連れて行ってもらったりしてたんですよやっぱりその、二十歳ぐらいの男性っていうのは大人にすごく見えたし、その人がドライブに連れて行ってくれたり、ボーリングとかカラオケとか、夜に遊ぶっていうことに私はすごくときめきを感じて、夜大好きだったので、でも、高校一年生ぐらいだとそんな夜遊びってできないじゃないですか。でも、望さんとだったら遊んでいいよっていう、その、親の許しとかが あったんですねだから結構週末はね色々と遊びに行きました初めてのその夜遊び体験がもう楽しくて楽しくてねうわあ夜のドライブやうわぁ夜のカラオケやうわぁこんな夜中にボーリングとかやってんのそんな感じでねすごくねはしゃいでる私に安藤ちゃん勉強はな高校の時に一生懸命やらなあかんでせやないとな俺みたいに苦労するからなよく私に言ってたんですねいやいやいやこんな遊びに連れてきてくれてなんか矛盾してるよなって思いつつものぞむさんが言うならと思って勉強もちゃんとしてた ですねいや、当時の私、素直だな。すごくね、好きだったんですよ、のぞむさんのこと。まあ、当時から、その男性のことは好きだったけども、そういった意味の好きとかではなくて、憧れの近所のお兄ちゃんみたいな感じで大好きだったんですよ。私、あの、高校1年生の時から、高校3年生の時まで、あの、すごく好きな人がいたので、高校。 同同級級生生でででそそそのののののの恋愛として好好ききはは高校の同級生で近所のお兄ちゃんんん的な大好きはそののぞむさんだったんですよね男ばっかり好きになるなぁ。えぇ、ー、えぇあの、アンドのぞむさんがね、いつも乗せてくれる車はね、なんか軽音のね、古い年式のやつでね、走ってるとカラ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 ってなんか変な音がすんの。イオンがするんです、イオンが。なんか変な音すんなぁ。今日もようなるなぁ。ってね、私が言うとね、タバコわえながらニッカーって笑って、ボロくてすまんなぁとかって言うんですよ。めちゃくちゃかっこ なんか今思い出してもかっこいいなと思う。私にとっては、のぞむさんっていうのはもう立派な大人で、自分で切り開いていこうっていうね、生き方がすごくかっこよく見えたんですよ。安藤夏のね、すごく暑い日だったと思うんだけども、いつもみたいにね、そののぞむさんがバイト終わるのをね、私はスーパーのね、あの、休憩室でずっと待ってたんですよ。うん、早く終わらんかな。<laughs> 今日はどこ遊び行こうかなー、みたいな感じで。そしたらバイト上がったそののぞむさんが、よし安藤ちゃん、海行くぞに、 っって言うと笑ってね言うんですよ私にマジで海、行く行くその、ボロい軽音に乗り込んで、当時流行ってた音楽とか聴きながらね、海に向かったんですよ。とにかくね、あの、エアコンとか、効かないんですよ、全然。その軽音は。だからね、もう、 窓全開にして、夜の街をひた走ってたんですね。のぞむさんはね、こうやってね、タバコ吹かしながらね、運転してるんですよ。安藤ちゃん、この車海まで持つかなええー、嘘や、持てへんのなんで危ないやん。引き返して帰るわ、もう。はははは。まあまあまあ、途中で止まったら安藤ちゃん押してな。そんな無理やん。押されへんやん、重いやん。はは。 まあな、安藤ちゃん力なさそうやもんな。なんか女みたいやしな。女ちゃうわ本当にね、あの、その時にはね、まああの、もちろん自分が変だということは分かってたんですけども、本当男で生きていこうと思ってたので、当時は。女ちゃうわってしょっちゅう言ってた気がする、いろんな人に。<laughs> 女ちゃうわ女ちゃうねん男やねん安藤 !1 時間ぐらい走ったのかなだんだんね、塩の香りがしてくるんですよ。海の匂いがする。海の匂いするやん。のぞむさん、海の匂いする。<laughs> もうすぐ着くで。 そしてね、車を止めて、よし、あんたたち、あの防波で登ろうって言って。そして二人で、よいしょって登って、なんか座り込んでね、買っておいたジュースとか飲んでね、なんかいろいろね、話をするわけですよ。青春だね青春だねその場所っていうのがね、あのね、おそらく、大阪は住んでる人は知ってるかもしれないんですけども、大阪の港区の弁天布団だったと思うんですよ。そこから何が見えるかっていうと、こう描いた高速がね、見えるんですよ。綺麗に。オレンジ色のライトがこう描いて、 本当にね、幻想的に綺麗に見えるんですね。うわぁ、めっちゃ綺麗こんなん見んの初めてや私はね、めっちゃ感動してるんですよ。さすが大人やこんなとこ知ってるなんてみたいな。 そしたらもう、そうやろう言ってもうね、望むさんはもうタバコ吹かしてね。へへ。もうご万円なんですよ、望むさんは。私が喜ぶから。アンドまあ、ロケーション自体もすごく綺麗だったし、なんかいろんなことをね、話したと思う。でもその中で、一つね、すごくね、印象に残ってるね、望むさんの言葉があるんですよ。あんな、アンドちゃん。俺な、夢あんね。えなんなん <laughs> え資格取る以外になんか夢あんのアホやな、資格っていうのはな、その夢を叶えるための布石や。通り道や。俺の夢はな、おっきいのがあんねん。え、なんなんなになになにあの高速や。それが夢ってなんなんもう、望むさんはね、またね、こう、防波堤の上にね、あごらをバンと書いてね、こうやってまたタバコを吹かして、コーヒー飲みながらね、あのな、安藤ちゃん。 俺な、めっちゃ金持ちになってな、あの湾岸線をな、ポルシェで走りまくるねん。すげえマジでもしそれ叶ったら乗せてもうね、若かった。なんか今思い出してもね、ちょっとね、なんか純粋で泣けるよね、そんな夢ってね。のぞむさんの中では、すごいなんかいろんな構想があったのかもしれないけども、お金持ちになって、いい車乗って、抽象的だけど、すごくキラキラした夢じゃないですか。今となってはそんな夢絶対見ないからね、私なんて、特に。 もう40代も40も超えてくるとそんな夢見てる場合じゃないんですよ、本当に。今日の晩ご飯どうしようかなぐらいですよ、考えることつったら。物事を恐れないそういう野生的な感覚っていうのかな。若いっていうのはそういうことですよね。安藤そしたらね、だんだんね、夜も明けてくるんですね。白くなって、ちょっとね、オレンジになってくるんですよね。うわ綺麗ってなるんですよ。まあまあまあ、俺がポルシェ乗って、あの高速走るときは安藤ちゃんも乗っけたるわ。やったーマジで嬉しいそういう、 話をした思い出がありますねそれ、かららももねあの,のぞむさんにはいろいろ、ね、相手をししてもらってっ、ね、遊びました <laughs> あれ勉強の邪魔してたんじゃないかなって今だと思うんですけども、望さんの住んでる一人暮らしの部屋に行って一緒にこう鍋をしたり、もう寒くなってくるとね、ボロい軽容が余計ボロくなってくるんですよ。<laughs> なんかもう、音がもうガラガラガラガみたいな感じになってくるんですよね。<laughs> なんかそういう音に、 みたいな感じで二人で大笑いしたりね。そんな感じでね、結構ね、楽しく過ごしてたんですよ。冬もすごい本格的になってきた頃にね、のぞむさんがね、一次試験をね、通過したって言うんですよ。えぇ、ー、と思って私、いつ勉強してたみたいな <laughs>。お前が邪魔してんだろ <laughs> みたいな感じだったんですけども。おめでとう二次試験頑張らなあかんなまあ、望さんいつも通りにっか,かにかにかにかしてたんですよね。ありがとう言って。でもね、気づかなかったんですよね。その望のさんの変化っていうことにね。その一次試験の報告を受けて以降、望さんがね、あんまりバイトに入らなくなって って言ったんですねたまに、その出勤してきても、なんか、あまり元気がないというか、前みたいに、その、あまり遊びにも行かなくなったんですね。ああ、なんかやっぱり、その二次試験に向けてめちゃくちゃ勉強してんだろうなって私はまあ思うじゃないですか、普通。だから二次試験終わったらまた遊んでくれるだろうなーって、のんきに思ってたんですよ。だから二次試験が終わるまでは部屋に押しかけたり、そういうことはやめとこうと思って。 しばらく経って、その聞いてた二次試験の日が終わっても、全然バイトに出てこないんですよ、のぞむさんが。あ、これマジでおかしいと思って、私。どうしたんやろうってすごい不安に思ってたら、バイトにね、出勤した私に、店長がね、おい安藤、これって言ってね、何かを渡してくるんですよ。 えと思って、江口くんがお前にって。江口っていうのはあの、のぞむさんね。江口くんが安藤にこれ渡してくれって。店長がね、なんかの包みを差し出したんですよ、私に。カサカサって中見たら、中にね、あの、のぞむさんのゲームがあったんですよ。一緒に遊んだソフトとか、そういうのが入ってたんですよね。あれなんでと思って。何ですかこれ何なんですか 店長に聞いたら、あえぐち君な、今日挨拶に来てな、もう実家に帰るねんって、だから安藤には世話になったからこれあげといてくださいって言って、ええってなって私、実家に帰るってなんな？中身かさかさかさって探しても特に手紙とかは入ってないんです何も、いやいやいやばいやばいやばい。え え、も、もしかして、会われへんようなんのと思って、私。もうすぐにスーパーを飛び出して、のぞむさんが住んでるワンルームに向かったんですね。自転車こいで。ぐわー来いで。立ちこぎでぐわーちょっとマジでなんでいなくなるとか嫌なんやけどあの、のぞむさんの部屋のドアがちょっと半分ぐらい開いてたんですよ。おーっと思って、そのまま中っぽいっての、覗いたら、そののぞむさんと、のぞむさんのお母さんがね、荷作りをしてたんですよ。綺麗に片付いてるんですね。あ。安藤ちゃん。 のぞむさんがくれた、そのソフトが入った包みをこう手にしてね、こう呆然と立ってたんですよ。私は玄関で。それに気づいたのぞむさんがね、声をかけてくれたんですね。そしたら、のぞむさんのお母さんも振り返って、あ、のぞむがお世話になりましたって言うんですよ。私もなんて言っていいかわからなくて、お母さんもいたからなんか理由すら聞けなくて、のぞむさん、あの、ゲームありがとう。 って言ってね、何度か出てきたのがこの言葉だったんですよ。最悪ですよ、ほんと。もっとちゃんとしたこと言えばよかった。そしたらね、のぞむさんが、えんやで。すごいね、細く笑うんですよ。なんか前みたいに、日韓堂ちゃーんみたいな感じじゃなくてね、すーって笑うんですよね。えぇーと思って、なんて、 言ったらいいんやろうと思って、さよならもおかしいし、そんなん嫌だしと思って、ただ立ち尽くしてたんですけども、そのお母さんが私に、よかったらこれ使ってくれへんかなって言ってね、あの、ティッシュとか、そういった生活用品、消耗品とか、ちょっと持って帰るのもかさばるし、使ってくれへんかなって言って、ティッシュとかトイレットペーパーとか。 <laughs> 私に渡してくれたんですね <laughs>。私、呆然としながら、それもまた受け取って <laughs>、ありがとうございますとか、なんか、とんちんかなお礼して <laughs> あ、ああのちゃん、うん、使ってな、って言って <laughs>、のぞむさんもね <laughs>、言ってくれたんですよね。そして私は、うん、うん、うん、使う、ありがとう、って言って、安藤ちゃん。 今までありがとうな。楽しかったで。って言ってね。なんかね、のぞむさんの体が透けて向こうが見えそうなぐらいね、存在感がなかったのも、たった数ヶ月でね、すごく変わっちゃったんですよね、のぞむさんね。元気でな、安藤ちゃん。うん。のぞむさんも元気でな。うん。ありがとう。じゃあまたな。うん。じゃあまた。私は、もう、することがなかったので、もう玄関から離れて、 お別れを告げたんですよね。じゃあまたって言って。もうティッシュとかゲームとか抱えてね、もう逃げるように帰ったんです。もう悲しすぎて。突然の別れだったのでね、受け入れられなかったんでしょうね。結局ね、望むさんとはね、もうね、それっきりになっちゃいましたね。前にね、Facebook とか、そういうのやってないかなと思って色々検索とかしたんですけども、出ては来なかったですね。あとでね、 その周りから聞いた話によるとね、のぞむさんね、鬱になっちゃったんですよね。その試験に対するプレッシャーと、あと私全然知らなかったんだけど、のぞむさんはワンルームのその狭い部屋で、かつ壁が薄いところに住んでたんですよね。そのお隣の人から四六時中ね、結構嫌がらせを受けてたみたいです。 壁ドトンとかされたり、それで喧嘩になったり、なんだりして、でも、お金もないからそんな引っ越しもできなかったし、そういうのが色々重なって、うつを発症したらしいんですよね。私はなんかその話を聞いて、ああ、そうなんだ。うつっていうことがわからなかったので、まあ、ただただ、その、のぞむさんのいないね、そのバイト先が寂しくてね、今なったらわかりますよね。じゃあ、またの、またってないじゃないですか。 ほとんどの場合。みんなね、じゃあまた遊び行こうね、とか、じゃあまた会いましょうって言って、いろんな人に今までお別れ言ってこなかったですかじゃあまたっていう言葉が本当に悲しくてあんま好きじゃないんですよね。もしかしたら、その時の望むさんの言葉がきっかけなのかもしれない。その言葉が、その内包してる、さよならっていう思いが切なすぎてね。なんかあんま好きじゃないな。それでもね、みんな、じゃあまたって言いますよね。私も言うし。でもそれは、ある意味、さよならって言ってるんですよね。 安藤ほんとあれからもう何十年も経ってね。今の私見て、のぞむさんなんて思うのかなって <laughs>。ちょっと思いますね。安藤ちゃんやっぱりそうやったんか。なんであの時相談ぐらいせえへんかったんとかってね、なんか言われそうですね。でももし今、どっかで偶然に会って、のぞむさんがポルシェに乗ってたら、強引に横に乗り込んで、湾岸線を走ってもらおうと思います。もしかしたらそんな未来だってあるかもしれないしね。だから、じゃあまたなのかもしれないね。安藤いろいろ、 考えましたけどね。私にも何かできたんじゃないかなとか、なんで気づかなかったんだろうなとか。うん。あの時に実家の電話番号を聞いとけばよかったなとかね。でももう、その時にね、一生懸命やったと思うしかないんですよね。どんなことも。いろんな人に出会っていろんな別れがありますね。人生においてね、悲しい経験なんてしたくないじゃないですか。それが糧になるなんて私はなんか思いたくないんですよね。だって悲しいのは悲しいから。うーん、むーちゃん、<laughs> タビー。うちにはね、タビとムーというかわいいかわいい猫ちゃんがいます。でもこの子たちともね、いつかお別れするんだよね。それまで仲良くいようね。<laughs> あんたたちーまた見てね